軽い軽い超軽い。あれガリバルディより軽いからね。あれ 10.9 キロあるから、完成車の状態で。こっちはもう今 9.45。 軽い軽い。やっぱ街乗りクロスバイク最強だわ。で、今から何つける？今からはカゴつけたいと思います。せっかく重量減らした。はい、今回紹介するのがこれ、サイクルベースアサヒ。最近アサヒバッグなんですけど、アサヒから出てるクロスバイク用の専用のカゴになります。で、このカゴなんですけど、まあ、サイクルベースアサヒでいうとウィークエンドバイクとかっていうのが BB ブランドであるんですけど、まあ、そういうのにデザインにぴったりなものではあるんですけど、それ以外でも何でも多分つけれると思います。クロスバイクで人気なんていうと、まあ、やっぱりジャイアントのエスケープとかになるんですけど、まあ、これもエスケープの派生のクロスターっていうやつなんで、フレーム的には同じようなデザインになってるのでつけれると思います。で、私がなぜ今回クロスバイクのカゴを買ったかっていうと、これを見たときに、あ、この商品いいなって純粋に思ったからです。で、クロスバイクって、まあ、もちろん他のメーカーでもがっちりつけれるカゴもあったりとかあるんですけど、やっぱりカゴってまだまだ少なくて、クロスバイクは、まあ、後からつけるにしてもこの ハンドルに引っ掛けるようなタイプで振動とかにすごい弱い。あと重量物もそんなに乗せれないと。ママチャリのカゴとかだと重量が3キロぐらいまでは、あの、どの大きさでも荷物に乗せれるんですけど、クロスバイクはまあこのハンドルに引っ掛けるタイプが多かったので、まあ、そういうのだと難しかったんですけど、ここのね、土よけの穴っていうのがクロスバイクには大体開いてるんですけど、ここにこうやってつけて、まずここでしっかりこう止めてやると。で、カゴ足もつけれるんですよ。これをこことここクイックリリースのところにつける、もしくはクロスバイクでダボ穴あるタイプだとこういう風にここにつけたりとか。だから何が言いたいかっていうと、ハンドルにつけるだけのタイプと違って、こういう風にしっかりとプレートで止めることができて、カゴ足もついてるタイプということは、振動にもう強くなってるんですよ。振動が来てもこういう風に揺れることもないです。一緒に、まあ、車体で一緒に揺れるので、これが、まあ、あの、朝日で発表っていうか、朝日で発売されたのを知った時に、あの、クロスバイクを買う方って、まあ、最近だと学生さんも、まあ、ママチャリからクロスバイクにしたりとか、社会人の方も通勤でクロスバイクにしたりとか。で、リュック背負っていくっていうのがもう定番。っていうか、それしか手段がほぼなかった。今説明した通り、デメリットが多いんで。だったらママチャリ買いなさいよってなるんですよ。でも、これがこういった、まあ、どんなクロスバイクにでもつけれそうな、まあ、もちろん穴が開いてる条件なんですけど、どんなクロスバイクでもつけれるようなこういうカゴが出たら、もうリュックとおさらばできると。特に今からの夏だとここが蒸れたりとかするじゃん。だったらもうここに乗せたいカゴに。で、そんなまあものが出たので、実際に使ってみたいなって純粋に思って今回買いました。私の使い方的にはカゴはいらないんですけど、まあ、すごい皆さんも多分、見てる方、自転車ロードバイク乗りとか多いと思うんですけど、クロスバイクとかで通勤とか街乗り用でも乗ってる人もいると思います。ですので、まあ、今回私が、まあ、実験台というか、まあ、これをつけてみて実際に評価したいと思います。で、デザインは、まあ、こんな感じで、まあ、結構穴は大きいんですけど、ママチャリのカゴとかみたいな形だと、まあ、このスポーティーな形も崩れちゃうから、僕はこれはこれでいいんじゃないかなって非常に思います。まあ、あとは底が浅いっていうのもスポーツバイク用のカゴだなっていう印象です。これが深いと、なんだろう、シティ向けというか、なんていうの、ママチャリに近い感じになっちゃうから、僕は個人的なデザインは、これは好きです。幅も広いからバッグも全然いけると思う。多分取り付け位置ここだと思うね。うん、
まあ、じゃあ早速喋ってもらえないんでつけていきたいと思います。まずフロントフォークに合わせてボルトが2種類あるんですけど、どんなクロスバイクでも合わせれるようになってるのがいいとこだなと。で、まあ、この測定するんですけど、ブレーキは外した方が良さそうです。どうでしょう、これだと長いんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、私の場合ここに泥除けとかつけないんで、これはちょっと65mm、長いですね。だから55でいいんじゃないかな。そうですね、まあ、選択肢は 2つしかないんで55でいきたいと思います。で、まあ、そういうことね。まずこれでこの3つ入れてはめると、これを2個、 M5、 4だ。これ必須かもしれない、まあ、やり方いろいろあるんだけど、こっちは8でしょ。押さえてなあかんから工具が必要っすね。で、次カゴ足つけるんですけど、こっちにちっちゃい穴が1個だけあるんですよ。こっちは均等なんですけどね、ちっちゃい穴で、これが、まあ、いわゆるフロントフォークのダボ穴用が真ん中で、この2つがハブ軸、ここにフィクリーですね、いいので、こっちが下、こっちがカゴ側で、つけてみないと何とも言えないんで、位置についてはとりあえずここに一番上にしてつけたいと思います。はい、で今何回かつけてるんですけど、結論から言うと一番下がいい感じになるので、横が地面と水平、まあ、ここに取り付けたりするので、この時も注意なんだけど、ここ映してもらうから、こういう曲線になってね、棒が、わかる、こういう曲線、わかる、へこんでる方が外側に来るように、こういうことね、ピタッて、ここ間違えるわ、次元に私間違えたから、間違えた。一回間違えたわ。ちゃんと見ましょうねって話っすよ。で、あとはキャップをしても、すぐ外れそう。ブレーキ閉めて。6ね、これ。めっちゃおしゃれやわ。アーバンサイクルになった。アーバンっていうのは、都会の、都会のスポーツサイクル。ケーブルの白を省いて結構渋くなったっしょ。ブレーキだけ赤にしたんです。危険っていう意味で案内しました。でこれ忘れちゃいけないのが、あともう一個付属で付いてて、これがバックル、でもこれがね、いわゆるママチャリのカゴと一緒で、カゴ足も付いてるから、しかもここでしっかり固定してるから 3kg も乗せるって、3キロでかい、もう頑丈だもん。めっちゃいいじゃん。おい、こんなんじゃ軽すぎるぜ。
ことやないか。それ3キロ以上あるやろ。I didn't have to give into the pressure.